自民党の小泉選対委員長とつながります。今ちょうど42分になりました。小泉さん聞こえますでしょうか。はい、聞こえます。お疲れ様でした。まずはここまでの結果どういうふうに見てらっしゃいますか。まだ開票が始まったばかりですけども、やはりさまざまな報道に接すると大変厳しい結果が下ると、そういうふうに受け止めております。選挙戦が進む中で情勢はより自民党にとって厳しい状況になっていたと思います。ここをどう受け止めていらっしゃいますでしょうか。まあ、そういう面もありますけども、私全国で70カ所以上回りまして、街頭の、まあ、聴衆の皆さんの、数、そしてまたそこでの前向きな声、これは今までと比べても私は熱があったと思います。で、そういったことと真逆でですね、今回のこの結果が、これだけ厳しい、こういったことっていうのはやはり我々自民党の支援者の、外側に多くの方々がまた無関心だったり怒りだったり、そういったことが渦巻いていた、こういったことを受け止めなければならないと思います。ありがとうございます。ここは厳しい話ですが、詳しく聞いていかなきゃなりません。非公認候補のが代表を務める政党支部に2000万円が、まあ、振り込まれていたということですが、そもそもこれは小泉さん、新庄さん、ご存知でしたか。これは選挙対策委員長がタッチする話ではありません。選挙対策委員長でありながらこれ知らないというのも私は、まあ、問題があるんじゃないかと思いますが、ここいかがでしょうか。おっしゃる通り、自民党のさまざまな、決裁、こういったことっていうのは私もこの執行部の一員となってみて初めて分かったことっていうのはあります。いや、誰が出してたんですか。じゃあ、まあ、これは誰がというよりもですね、いや、誰がを聞いてるんですよ。まあ、今回その問題についてこれだけの判断をした中での批判を受けていることを、いや、それはね、責任逃れてると思いますね。誰の責任において2000万円振り込んだんですか。これはもちろんその判断をするしかるべき責任ある方がいますが、これは今私がですね、これは誰々ですとそういったことを言うべきかというと、それは私は、そこは控えます。ただ私がそれを決裁する立場にはありません。だから自分には責任はなかったということですか。違います。自民党の選挙対策委員長は選挙結果を受け止める立場です。じゃあどの手が振り込んだか言えばいいじゃないですか。知りたい。そこはもう決裁の判断の中でもう、だからどの手なんですか。責任者は私が言うまでもありません。聞いてても分からないですよ。それは選挙結果は全体の責任として受け止めればいいと思います。説明責任を、ね、果たさない姿勢がですね、自民党に対してこういう結果をもたらしたんじゃないんですか。なのでこの厳しい有権者の皆さんの審判を自民党の、選挙対策委員長は私ですから、うん、その選挙対策委員長として責任をしっかりと受け止めていきたいと思います。その上で振り込まれたことは分かった時点で、新次郎さんとしてはどういう、まあ、対応をされたのか、どんな話をされたのか、あと執行部の中でいかがでしょうか。これはですね、自民党に限らず立憲民主党も含めて、政党支部に対する、資金提供というのはやっているわけです。ただなかなかここが難しいのは、今回自民党が問われたのは非公認の方に対する対応です。でこの非公認の方というのは離党ではないので支部長であるんですね。でこの支部長であるので支部の活動に対して資金を出している、ここがやはり一般の方々の受け止めは非公認というのは離党に近いご理解だったのではないかと思います。で離党であればそういったことはないんですけども、なんでじゃあ離党させなかったんですか。それは執行部の全体としての今までの例えば岸田政権の中での処分も一つありました。ショートカットすると、はい、まあ、離党はしてないから、まあ、理屈としては成り立たなくもないというふうに新次郎さんはお考えですか。2000万円振り込んだこと、だからこの政治の世界の理屈とそしてまた制度の中の説明というのはこの選挙中に、できた問題かというとそこはできなかったのです。でそれを踏まえて我々結果として、ご理解を得ることができなかった、その選挙の責任をしっかりと受け止めなければならない。ちょっと違う観点からお聞きしたいんですけれども、石破さんと、ね、最後まで小泉さん接戦で、ね、総裁選戦いました。でもし小泉さんだったらまた違う結果になったんじゃないかなというもやもやする感じもするんですけども、まあ、ご本人に聞くのもなかなか酷かもしれませんが、どうですかね。これはですね、私が自民党の総裁選で訴えたことっていうのはそれは石破総裁と違うことはいっぱいあります。私は1年で3つのことを決着をつけると、そういったことも訴えていましたが、総裁選の結果は私は負けて石破総裁が勝った、
その自民党が党員も含めて選んだ石破総裁の下で解散をして選挙をやり、私は選挙対策委員長として執行部の一員であると、その責任を受け止めるのが私は当然のことだと思います。新庄さん、はい、出口の結果を見ていますと過半数割れする恐れもあるわけですけども、これ非公認にした議員は追加公認するということでよろしいんでしょうか。それは全く決まっていないです。そうしますと逆に言うと過半数割れした場合は自民党としてどうするということになるんでしょうか。これは、仮に過半数を割った場合に、一人でも多くの方々に虚心坦懐にご協力をお願いをする、それが私は基本姿勢であるべきだというふうに思います。自分たちで非公認にしたのに、いやこれは非公認のことを言ってるわけではありません。これは他の野党も含めて、ご理解を得ていく、その努力をしていかなければならない、そういうことです。残り2分です。佐高さんどうぞ。菅義偉さんが選対副委員長の時に同一選挙区から三親等以内の親族は公認しないというの案があってですね、その時に小泉進次郎さんが引っかかったんでそれをやめたっていう話がありましたよね。世襲の問題っていうのはこれから候補を選ぶ場合に自民党ここまで落ちてね、それを考えるっていうことはありますか。これは今佐高さんが言及されたのは2009年のことですよね、はいはい、で時私は初めての選挙で、そして世襲の批判と自民党の批判があって大変厳しかったんですけども、その世襲の批判を乗り越えてもなお、自ら政治の道に進みたいんだ、その意思を示すために私は重複立候補をせず、小選挙区の単独立候補に加えて公明党の推薦を受けないという形で15年間今も同じ姿勢で歩んでいます。そういった中で菅さんの案というのは今度この後改めて復活したりしないんですか。それは菅さんの当時の考え方であって、これから新しい執行部また再出発の下でどのように考えるかはこれからだと思います。ありがとうございます。新次郎さん、過半数割れとなった場合に、どの党と組む可能性があるのか、国民なのか維新なのかみたいなことを含めてどんなふうにお考えでしょうか。これはご協力いただけるところに、虚心坦懐にご協力お願いをする、そういった基本姿勢が大事なことだと思います。各党に声をかけていくということでよろしいですか。できる限り多くの方にご協力をお願いするというのは大事なことだと思います。なるほど。連立の枠組みが変わることも受け入れてということですね。過半数で、取れなくて、そしてこれから必要な経済対策予算、そういったことも含めて考えれば私は当然のことだと思います。最後に聞きにくい話ではありますが、選挙の結果を受けての、選挙対策委員長としてどんなふうにお考えなのか、残り10秒しかありませんがいかがでしょうか。何度も申し上げた通り自民党の選対委員長ですから結果の責任を取ること、それは必要なことだと思っています。はい、大変な中本当にありがとうございました、ちょうど50分になりました。失礼いたします。ありがとうございました。さあ庄司さんどういうふうに受け止めましたか。いやだから結局先ほどちょっと出ましたけど非公認にしておいてそれにまたお願いするという本当によくわからない、じゃあなんで非公認にしたんだっていう、そういうなんかそもそもの総裁選からのなんかちょっとずつボタンの掛け違いじゃないですけどそういうのが一気に結果として出ちゃったなっていうのは感じましたね。時間の問題で聞けなかったけどそれ聞きたかったですよ。もしやり直すんだったら、非公認はそれで良かったですかと、2000万円はそれで良かったですか、やり直すんだったらどういうふうに変えて、金額で決めるルールもよく分かんない。もう一つはね、自民党を非公認にしたのを公明党が推したんだよ、これが2つ実は。もう一つ言うと ね非公認ってね、完全に非公認になったならまだ分かるけれども、重複は、認めない、比例重複は認めないけど、小選挙区は認めるとかね、これど自民党なんでしょ。それはね、出口を見ても分かる通り、バタバタ倒れてます、自民党議員がね。いやだけどね、だからそこ国民からすると、じゃあね、重複してればはっきり言って重複認めないぐらいなら最初から公認するなよと、全部試験まで立てろと、そこまでやれよ、徹底的にしたかったと。中途半端だった。少しだけ先の話をするとですね、他の党とも組んでやると、声かけていくと、これはですね、新次郎さんが言ってるだけで石破さんがそうするか分かりませんけども、現時点でそういう、でも私は自民党にそういうふうにしてほしかったんですよ。他の党と組んでやってきなさいっていうことなんですよ。じゃあ自民党に辞めてほしくはないんですか。辞めてほしくないですよ。
ただ暴走してるから、いやでもやめてほしい、自民中心の枠組みなのだっていうのも、そうだから単独はもう嫌なんですよ、はい、ありがとうございます。武田さんいかがでしょうか。これね、連立に入ってくれって言われてもね、乗っかる政党は僕ないんじゃないかなと思うんですよね。国民維新はね、共にね、はい、あの選挙戦中は乗らないと、はい、そういうことはありませんと言ってたんですけど、はい、どうなるか、はい、でこれ実際もし乗っかったらですね、はい、だって大臣のポスト1個欲しさにですね、魂を売ったみたいに見られます、うん、だって惨憺たる状況なわけですから、うん、そこでのなんじゃあ参加しますっていうのは、はい、どの面下げてね、立ってるんだろう。武田さんね、武田さんね、はい、それね、あるとしたらね、うん、首相のポストよこせっていうしかないですよね。あですよね、村山内閣と同じですよね。そうそうそう、あともう一つの比較としては、例えば国民維新がですね、野党側に乗って政権組むかっていうと、その現実味のなさみたいなことも考えると、うんうん、まあ、与党側に乗るかみたいな話にもなりかねないみたいな、こういうことをどう考えるか。政権は極めてね、もしね、本当にカチッとした枠組みが決まらないとするとね、パーシャル連合とかいろんな言い方できますけど、でもそれはね、もう法案一つずつ予算の時にね、じゃあどうなるのかね、常にもう国会が不安定な状態が続くということで、うん、もう内閣総理大臣としての手を成してないんですよ。もう本当ね、ギリギリですよ。だから私はね、負けるんならもうね、坂口彌吾じゃないけれどもね、息を落ちよと、自民党はね、もう徹底的に落ちればいいというふうに思いますけどね、うん、厳しいですね私はね、それ反対どうぞ。要するにもう安全保障上の、例えばこの選挙中にね、何がありましたって非常に重大なことだった。それは北朝鮮がウクライナに1万1000人か1万2000人の派兵をした、うん、ロシアにでしょ、ロシアね、ロシアにね、でこれ特殊部隊ですよね。で私はここで、あの北朝鮮が70年ぶりの実戦経験を積む、そしてロシアとの軍事的な協力関係が非常に深まってくるということはね、うん、もうこの前からあるわけですよ。つまり安全保障上、日本の統治能力はもう政治を遊びにしてるわけにいかない、うん、つまり国内における政局ごっこをしてる暇はない。つまりあの自民党政権が1年2年でコロッコロコロッコロ変わり始めたのはいつかって、うん、これ田中角栄からなんです、うん、でその時はアメリカが圧倒的に強くてですな、あのもう日本の国内が政局にかまけていられたけれど、私はこの10年加速度的にそれが不可能になっているので、やはり国民を本当に守るという立場でね、だから私が自民党にむちゃくちゃ腹立ってますよ、この1年、はい、つまり政治資金の問題なんで1年引っ張るんだって話でしょ、うん、女の。でもね先生ね、うん、今ね、うん、現実こうなっちゃった場合ね、そうどうする、うん、そうしたらね、うん、石破さんで、うん、まずはスタートして、うん、そしていかに無能かを、いやスタートできないでしょスタートさせていいかないよ、だって野田政権できないじゃないですか、まあ、ありがとうございます室井さんは先ほどの新庄さんの、いやもう、どう見ましたか。いやいや、そこよりも連立組むかもって言った時に、もう玉木さんを信じるしかない。あなた信じるの？俺は全然信じないけど。どういう意味で信じる？どういうこと？いやだって言って連立自民の乗らないって言ってたから、うん、そこを信じたい。乗らないでってことを信じたいことね。じゃあ逆に室井さんに聞きたいんだけど、うん、どういう内閣の この結果見たら、あのなんていうの、片方に、うん、あの変なことがあったら、うん、もう片方を選んでっていう二大政党制だね、はい、うん、それを望み、いや私もそれ望むけど、これどうなる、今回で言うとどうなる、いや今回まだもうちょっといやいやっていうか、少なくとも自公が過半数割れして、はい、そのままだと少数与党だとしますと、うん、そうすると物事動きませんと、うん、はい、さあどうしますかと、で国民乗らないでとなると、うん、じゃあ野党は、でもね、うん、物事が動かないって言うけど、うん、立憲批判ばかりって言うけど、うん、一生懸命法案作っても、はい、数の力で審議にもならないわけですよ。だけど、うん、そしたら通りやすいから、うん、そっちの方が良くない。それ全く分かってないよ、まずね、話が。岩田さんちょっと待って。自民も割れると思うんだよな。ちょ、うん、まずだから政権の枠組みだけの話をしたいってことですよね。うんうん、そうです。自公を持たないから、うん、どうなるんですか。いやだから本当に二大政党を望みます。いや今回の結果を見たら。今回はどうとも取れないでしょ。だってこれからいやだからそれだと立ち行かないから、直近のこのね、あの政権の枠組み、それこそ主犯指名取れないっていう。私はね、だから今佐藤さんがおっしゃってたことはね、自民も割れると、あの福田大平の40日構想と同じことが起こる。でどういう政権の枠組みなんですか。でどうなるかはまだ予想つかない。でもその自民も割れ、あれも割れって。いやね、これはね本当にね、まあ本当に、ね、端的に話すと岸田が一番悪いんだけれども、派閥ってものをなくしたらね、
自民党は収まるところに収まらない、うんうん、話し合いができないというような状態を作ったのは岸田、うん、でそれで石破がぶっ壊した、うん、つまり岸田が自民党を破壊したということです。アベマプライム進行の平石直之です。ご視聴ありがとうございます。これを機にチャンネル登録よろしくお願いします。